はい、これはもうですね、この動画が、この記事の動画がもう山のようにいろんな人が、ツイートしてますので、この動画をですね、ツイッターで。で、私もちょっとこれランブルにやったんですね、ダウンロードして。はい。なんとか、なんだっけな。この動画の、で喋ってる方、有名な方なんです。内藤さんだっけな。ちょっと忘れちゃってましたけど、富士フイルムが製造するアドレノクロムの原料を日本に赤十字社が供給。はい、このままベネッセとか出てきますね。はい。前にもベネッセって言いましたね。はい、どっかでね。はい。はい、どうもすいません。失礼します。